フランスノーローヌ・シャローヌ QC 第一次世界大戦時の航空機用ロータリーピストンエンジンの一つ。銅のパイプはクランクケースからシリンダーヘッドへ混合着を送るインテークマニホールド。ロータリーエンジンとは機体に固定されたクランクシャフトを中心にエンジン本体がプロペーラと一緒に回転する星型エンジンである。初期の飛行機に用いられたロータリーレシプロエンジンあるいは 回転式エンジンとも呼ばれる。ロータリーエンジンは、星型エンジンのクランクシャフトを機体に固定し、シリンダーが回転する形式のレシプロエンジンで、プロペラはシリンダーに取り付けられる。100馬力程度までのエンジンに使われた。ローラン・セガンと彼の弟によって開発されたノームエンジンが有名である。次のようなメリットがあり、エンジン技術が未熟で、エンジンが低出力。 低回転であった時代に採用された。しかし、エンジンの回転速度が高くなるにつれて、次のような欠点が顕著になった。第一次世界大戦後は、熱伝導率の高い材質、シリンダーとシリンダーヘッドの分離、より緻密で背の高い冷却品など、新技術の導入による改良が進み、回転させなくても十分な冷却が可能な新型の、 空冷性型エンジンが続々と登場すると、ロータリーエンジンは搭載されなくなっていった。飛散する潤滑油がゴーグルに付着するため、パイロットはマフラーで拭き取っていた。飛散しないエンジンを使用するようになっても防寒用や止血帯としてマフラーを常備するようになった。インホイールエンジンとして回転式エンジンを採用した MHV。 メゴラメゴラから約100年ぶりに復活したリバパワーホイール19世紀末から回転式エンジンを用いた自動車やオートバイがいくつか製作され販売されたものもあった。1890年代にステファン・バルツァーにより自動車用ロータリーエンジンが製作された。1904年にイギリスのリードラップは自らの設計による2気筒のロータリーエンジンを フレーム内に搭載したモペットを開発し、1912年にリードラップ星型エンジンを搭載したエンジンを搭載したモペットも製作した。1921年から1925年にかけてロータリーエンジンをフロントホイール内に収めるインホイールエンジンの構成を取ったメゴラがドイツで製造された。生産台数は少なかったが、いくつものオートバイレースで優勝した実績を持つ。 1940年代にセロ・パーリンがパワーウィールと名付けられた単気筒のインフォイールエンジンを考案したが製造されなかった。アメリカではアダムズ・ファーウェル社が4輪の自動車であるベイリー、ボルザー、イントレペットの3車種にロータリーエンジンを搭載した。2008年アメリカのリバ・パワー社は自転車用の後付けエンジンであるザホイールを発売した。 26インチの自転車用、ホイール内部に 25cc 短気筒2ストロークのロータリーエンジンを内蔵したもので、通常の自転車のフロントホイールと交換するだけで取り付けられ、最高時速 32km で走行可能であった。薄く面積の大きなフィンは、エンジンの振動によって割れやすいため、製造が難しかった。チャールズ・ベンジャミン・リードラップ。 2008年4月11日へ閲覧、ありがとうございます。